い、これ。ひどいざまだな、ボロ雑巾だ。事件簿はどこまで読んだかな。この二晩にレッドフックで3件の殺しです。マイナーに当たらせろ。そのうち市長室のジュネッティから電話がある。次はスタテンアイランドでダンプカー14台の盗難事件。ダンプ14台とはね、同系会社でも始める気ですかね。大家がマクレルのアパートを掃除するんだろ。保険金30。カリフォルニアじゃ23時だ。土建業者が泥棒と金を山分けする。2年前ジャージでもあったろ。ケリーに担当させろ。ああ、夢のロッタリーの当たり番号は4667。今度もバッチナンバーか。そうさ、6991、これで通して。いつかは当たりそうな数字だ。警官のハンスはバッジでかけてる。子供たちは元気か。そうは聞いてるが。奥さんとは話したのか。ずっと話してない。そろそろ着きますよ警部。暑いな、俺だけかな。銃は大丈夫か、見てやれ。OK です。女の前でズボン下ろすな、女房の堀以来だ。光栄だわ。泣けてくる。それでバックアップはどうなってんだ。はい、コーヒー。どうも。もう2錠、ほら。まったくもう、なんてざまだ。他にはどんな事件がある？レッドフックで2晩続けて3件の殺し。マイナーにやらせろ。ジネティもつけろ。市長から何か言われそうだよ。それからスタテン島でダンプカー14台の盗難事件。14台すごいな。ビルで持った手をってのかな。マクレーンの大家がこいつの部屋を掃除するんだよ。保険金詐欺だ。ブツは今頃カリフォルニアさ。所有者と泥棒が金を山分け、2年前ニュージャージーで会った。ケリーにやらせろ。おい、昨夜の当たりナンバーは4667。相変わらずバッジナンバーか。ああ、毎週6991だ。6991、いい数字だ。みんなバッジナンバーで買ってるよ。子供たちは元気だし。神さんと話したのか。いや、話してない。警部、間もなく到着します。暑いのか、それとも冷や汗かな。銃はしっかり止めたか。え、大丈夫です。女房以外、女の前で抜いたのは初めてだ。光栄だわ。大サービス。で、応援はどこにいるんだ。ジョン、もう一つだ、二つ。ひどいざまだな、ボロ雑巾だ。ああ、事件簿はどこまで読んだかな。この二晩にレッドフックで3件の殺しです。マイナーに当たらせろ。そのうち市長室のジェネッティから電話がある。次はスタテンアイランドでダンプカー14台の盗難事件。ダンプ14台とはね、土建屋でも始める気ですかね。いや、大家がジョンのアパートを掃除するんだ。保険金詐欺。
カリフォルニアじゃ日常茶飯事だ。土建屋が泥棒と金を山分けする2年前ジャージでもあったろ。ゲリーに担当させろ。昨夜のロッタリーの当たり番号は4667。今度もバチナンバーか。そうさ、6991、これで通してる。いつか当たりそうな数字だな。警官の半数はバッジでかけてる。子供たちが元気か。そう聞いてる。ホリーと話したのか。ずっと話してない。そろそろ着きますよ警部。暑いな、俺だけかな。銃は大丈夫か見てやれ。OK です。女の前でズボンを下ろしたのは堀以来だ。光栄だわ。泣けてくる。それでバックアップはどうなってんだ。